Cicito koto sereno minani yotte. Amin. Shuis Kristo no megumi kami no ai, sereno majiwari ya minasang totomoni. Mata anata totomoni. Minasang mikotoba no saigi o konau mai ni, watasu tachi no tsumi o mitome yurusu negaimasu yo. Zen no no kami to, kyodai simai no minasang ni kokuaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotare niyotte, tabitabi, tsumi o kasimashita. Seibu Maria, subete no tenshito seijin, soshite kyodai simai no minasan, tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zen no no kami, tsukushimi fukai chichi ga, watashi tachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu yoni. Amen. 全能の父よ、あなたは、油の聖テレジアを聖霊によって導き、神との一致に達する道を清かに示してくださいました。聖女の教えを心の糧とし、聖聖の憧れに目覚めることができますように。聖霊による一致のうちに、あなたと共に神であり、唯よとこしえに生き納められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって、アミン。使徒パウロのガラテヤの教会への手紙。皆さん自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だから、しっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここで私はパウロは、あなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。神の御言葉。神よ、あなたの言葉は私の橋の灯火、私の道の光。あなたの定めを思い巡らし、あなたの道に目を注ぐ。私は掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れない。神よ、あなたの言葉は私の橋の灯火、私の道の光。
神よ、あなたの言葉を生涯守れるように、豊かな恵みを与えてください。教えの偉大さを悟れるように、私の目を開いてください。神よ、あなたの言葉は私の橋の灯火、私の道の光。Alleluia, Alleluia. 神の言葉は生きていて力があり、心の思いと計画をわきまえる。Alleluia, Alleluia.主は皆さんと共に、またあなたと共に、ルカによる福音、主に栄光。その時イエスは話しておられたが、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところが、その人は、イエスが食事の前に、まず、身を清められなかったを見て、不審に思った。主は言われた。実に、あなたたち、ファリサイ、あの人々は、杯や、皿の外側は、きれいにするが、自分の内側は、強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は、裏側もお作りになったではないか。ただ、器の中にあるものを人に施せ。そうすれば、あなたたちにはすべてのものが清くなる。主の御言葉、キリストに賛美。イエス様が内面的と外面的なことをバランスしないといけない。なぜかというと、この私たちの人間人生のことはよく見えることだけ気になっています。この内面的なことは神様だけわかる。また自分も時々わからない。自分の良いことだけ公に見せるということは私たちの人生の傾きです。今日のイエス様の御言葉はあるものの中に施せ。そうすればあなたの心は清くなる。すべてのものが清くなるということは、まさに私たちの内面的なことは神様に配る、神様に伝える。また、心の中で良いこと、悪いこともいろいろあって、お祈りによってすべて神様に委ねるということは、この信仰の内面的な意味もあります。どれだけ私たちの隠れている心の中で他人に信頼している人に伝える、またその負担が安くなるという、軽くなるということは、まさにこの神様との関係は私たちの信仰を関わっています。今日のお祈りで私たちの一日、すべての内面的と外面的、神様が作られたもの、私たちはただ道具として
それを受け入れて、すべて神様に委ねる。何があっても、この心の中で悔しい、苦しみ、悩み、嘆き、その人間性があって、また希望を持って神様の喜びと愛を求めていることができますように、いつも絶望ではなくて、希望を持って、ユ様と共に、マリア様と共に歩むことができますように、世の祝日として10月15日、聖テレジア・イエスの乙女の教会博士取り付けによって、私たちの祈りも捧げます。アミン。慈しみ深い父よ、すべての苦から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエスクリストがおられるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスクリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、悠々とこしえに。アミン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、
互いに平和の挨拶を交わしますよ、主の平和。祈りますよ。救いの源である神よ、天からのパン、また御言葉で養われたあなたの家族を力づけてください。聖テレジアと共にあなたの慈しみを永遠に喜び歌うことができますように。私たちの主イエスキリストによって、アメン。皆さん一人一人、この御言葉の詐欺に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アメン。御言葉の詐欺を終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。Thank you.
おやすみのご挨拶。